こんにちは、未来クリニックの、フレイル外来で普段行っている、この加圧トレーニングと合わせてヒットトレーニングをやっているんですが、今日はどういうふうな流れでやっているかっていうのをちょっとビデオに撮りたいと思います。ではまずですね、今からこのベルトを使って加圧トレーニングやっていきます。真実の姿なのね。そうですね、うん、かっこいいビデオとかよくいっぱいあるんですけど、まあ加圧トレーニングもですけどヒットもやるとこんな風になるんだっていうですね、ありのままの姿を見ていただこうと思います。レディゴーですね。レディゴーですね。今クーリング中ですけど、それだけでもう脈拍が20ぐらい上がっております。100を超えるぐらい。さすが加圧、巻くだけで上がる。見えますかね、今私足の付け根にベルトを巻いて、下半身にどんどん血液を、溜めていってプーリングを今からやっていきます。で、加圧トレーニングって聞くと結構危ないんじゃないかとかですね、安全性をすごく、おっしゃる方も中にはいらっしゃるんですが、すごく安全なトレーニングです。で、それに関しては過去に、今院長がビデオを、アップしていただいてますので、概要欄下の方にですね、概要欄あるのでそこに URL 貼っておりますので、それをご覧になってください。で、今カーストレーニングで、プーリングですね、血液をしっかり四肢に溜めていくということをやってました。で、今からがヒットトレーニングですね、高強度インターバルトレーニングをやっていきます。いろんなやり方があるんですけど、今日は30秒全力で動いた後に10秒休憩、それをですね、8回8セット繰り返していくっていう運動ですね。まあ運動時間は、全部で4分ぐらいになりますので、ご覧の皆さんもぜひ一緒にやってみてください。かっこよくはないね。はい、脈拍を上げるのが目的ですから。今日はですね、ぜひ皆さんと一緒に、やっていきたいと思いますので、メニューはですね、2つ、2種目を4回繰り返していきましょう。まず1種目目、2種目を4回、はい、いつも4種目繰り返してる。アメリカンフライ、はい、アメリカンフライ1種目目はですね、まあ、ダンベルとか持っていただいて、でこれをスイングしていく動きなんですけど、頭の上までしっかりグッと持ち上げます。そう、まあ、アメリカンスイングっていうメニューですね、ダンベルがお家にない方とかはペットボトルにお水を入れてやっていただいても結構です。さあ、これで1種目目ですね。2種目目はバーキーいきましょう。結局バーキュー4回するってことになって4回です。最悪だ。うわ、はい、 OK です。これをですね、30秒間全力で動いて10秒休憩します。最悪やね。行きましょう。アメリカンスイングからいきますね。決してかっこよくないですか。仕方ないですね。下で最終なんだか始まる。3秒前、2、1。
やり方になります。最初から30秒やるのかなりきついと思うので、慣れるまではですね20秒を目標にやってみてください。
ご自宅でするときとかは携帯のアプリにですね、タバタタイマーっていうのが無料であるので、それを使いながらやっていただくといいと思います。ちなみに私の脈拍がですね、今ので186まで上がってますので。おい、182、素晴らしい。まあ大体このぐらいまで、年齢別によって変わるんですけど、脈拍を高く上げればバッチリです。終わった後ですね、きつくて喋れないのでこんな感じになります。みんな運動するときは指長ソックスで足指伸ばした方がいいです。ということで、未来クリニックフレイル外来で行っているカーストレーニングとヒットのご紹介でした。では皆さん、しっかり運動するときは足指を伸ばしてやってください。では